ル・マドリードの至高デュエル、プレミアの強豪3クラブで争奪戦へ。レアル・マドリード FW アルダ・デュエルがプレミアリーグの複数クラブからラブコールを受けていることが23日明らかになった。A メディア TBR フットボールによると、アンチェロッチ体制で出場時間が不足しているデュエルにとってナム、アストンビラ、ニューカッスルが注目されていると報じた。試合数多いからこれからだね。昨日もいいかわしを見せていたし。出場減してないだろ。むしろ今季は思った以上に序盤使われていたけどね。ただ、FW 枠でも MF 枠でも現実としてスタメンの立ち位置には届いてないと思う。ロドリゴが怪我をしたからまた出場しそうな気がします。まだ若いですし、試合数が激増して選手への負担が増えているので、試合に出続けて怪我をするよりもしっかりと力をつけていく方が良い気がします。プレミアリーグよりもそのままリーガの他のチームかブンデスリーガの方が向いているような。前線、中盤に人は多いからプレイ時間そんな増えないだろうな。前線の選手が溢れてるのと地味に中盤も充実しているから戦力型になってる印象。不安なのは DF 陣。モドリッチのそばでいろいろ学んだ方が良いんじゃないかな。ロドリゴも怪我したし。加入当初は本人がレンタル拒否したって話があったけど気持ち変わったのかな。今クラブとしては出したくないけど、本人が試合にコンスタントに出たいのなら止められない。デュエル放出したらファンから大バッシング受けそう。